はい、佐藤あやみです。今回はですね、ドン、後ろにね、置いてあったんですけど、こちらの大きな段ボール、バリでかい、大きいんですよ。はあ、何を買ったと思いますか皆さん。この中にね、入っているものはですね、なんと浴衣でーす。浴衣の福袋を購入しました。いやー、大きい、こんなに大きいと思わなかった。浴衣が帯と、あと下駄と、あと浴衣本体がですね、このセットが2つも入ってる福袋なんですね。でもその代わり何が当たるかわからない、届いてからのお楽しみっていうやつなんですけどもね、今回はそちらを開封していきたいと思います。では早速スタート。やばい。まず1点目紹介します。1点目がこちらです。キューン。はい、こんな感じの浴衣です。色がミント、なんだろう、チョコミントの、ミントの部分って感じの水色ですね。グリーンではないけど水色で、ここの花が白と、ここがピンクで、ここに赤いのがついとって、かわいい。帯とリボンがこんな感じです。ここに帯がついとって、ここにリボンがついてます。しかもこのリボンさ、あれやん、グサって刺すやつ、後ろにだけめっちゃ楽なやつ。わざわざね、こう前に持ってきて、こうやって結んで後ろに持ってってみたいな作業をせんでいいやつですよ、これは。楽ね、これは楽ね。かわいい。しかも下の部分がちょっとサーモンピンクって感じで、上が薄いピンク、あの浴衣の色にも合ってる、超かわいいね。いや、やばいよ。で、下駄、下駄がこんな感じです。こんな感じ。下の部分が黒で、上がピンク、さっきの浴衣のね、あのお花の部分と同じ、帯の部分と同じ色のピンク。可愛すぎんこれ。なんか木の匂いがすごい、温泉に行った気分の匂い。いや、すごいよこれは。これがね、実際に着た感じの写真です。ドン。めっちゃ可愛くないですか。いや、もう可愛かった、可愛かった、本当にびっくりするぐらい可愛かったですこれは。いやー、かわいい。ねえ、ちかちゃんかわいいな、興味あるの。かわいいな、あなたもかわいい。はい、後ろがこんな感じでした。いや、リボンもほら、かわいいやろ。超かわいいんですよ。いや、安すぎですね、とにかく。次の浴衣が心配になる、もはや。次ついとうのがさ、もう薄汚れた茶色い、めっちゃペラペラの布に紐みたいな感じで来たらどうする。でもそんぐらい安すぎるんですよ、びっくりする。じゃあ次行ってみましょう。待って、本当にこれでこの値段なのかしらっていうぐらい。いきます。じゃーん。待って、バリバリ可愛くない。これも紺っていうのかな、青、真っ青な青っていうのかな、にこういうお花が可愛いです。しかもね、これね、見えるかな、ここら辺のね、お花のこういう部分、ここアクセントにね、ゴールドがキラキラ入ってるんですよ。めっちゃくちゃ可愛いこれ。え、待って、帯も可愛い。ねえ、帯これバリ可愛いやん、こんなん似合うやん。こうよ、こうこう。あ、下駄はすごい、下駄からし色あたりで来るのかなと思った、まさかの白。白っていうのもまた逆におしゃれかもしんない。なんかさ、白の下駄持ってたらさ、これから浴衣さ、いろいろ合わせやすくない？他の浴衣とか買ったとしてもね。へえ、万能すぎる。着た感じがこちらです。じゃん。色がね、色合いがまた可愛くて、ちょっと和な感じっていうか、アクセントにそのゴールドのラメが入ってるから、メイクもゴールドのラメ入れたりして合わせれるかなって思います。で、後ろもこんな感じです。統一感がね、先ほどの浴衣と同じで統一感があって、色合いのすごく、いいいいですねこれは。はい、今回はですね、グレイルで購入した浴衣の福袋をご紹介しました。いかがだったでしょうか。もう本当に安すぎるし、可愛すぎるし、てかね、何が着ても可愛いんじゃないかって思うぐらいですね。私の好みでした、どちらも。お得すぎる、本当に。だって下駄もついてって、普通で揃えると2万とか3万とかしちゃう、そのくらいしちゃうものがまさかのね。
不安って方は友達と購入して1着ずつでね、好きな方をお互いで選んでっていう風にやってもいいかなと思います。まあ好みが被ってしまった場合が大変なんだけど、まあそこはね話し合って一緒に買ってっていう風にもできるし、もう全然自分でねこうやって安いからもう運試しで買ってみようかなとか、福袋やし何が出るか分からんけはっきりとは言えないんですけど、でも挑戦してみるのはありかなと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。よかったよとかチェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。